メリトン・バランチバーゼメリトン・バランチバーゼは、グルジアの作曲家で、国民学派運動を進行した。長男は後に、米国を拠点に、世界的な舞踏家、振付師として、著名になったジョージ・バランシン。次男、アンドリア・バランチバーゼは、ソ連の作曲家として、父親の始めたグルジア国民学派を発展させた。二石の神学校で教育を受けた後、1880年に、 トビリシ歌劇場でオペラ活動に入る。1882年にグルジア民謡アンサンブルを結成し、翌年トビリシで最初の民謡コンサートを開いた。1883年から1886年までグルジア各地を巡歴し、民謡の財布に勤しむ傍ら民謡合唱団を指導した。1889年から1895年まで、 ペテルブルク音楽院にて、リムスキー・コルサ・コフラに指示。1895年から1917年まで、ロシアで演奏旅行を行い、グルジア民謡による音楽会を催した。1917年のロシア革命成立後は、祖国グルジアに戻って、教育活動と作曲に取り組んだ。バランチバーゼは、多数の国民主義的なグルジア語歌曲や、グルジア語オペラの創始者である。 赤き連れてりの劇詞、関音なーラを原作とする歌劇、魔女ダレジャンが最初のグルジアン語オペラとされている。この歌劇は1897年に貴族会館音楽ホールにおいて初演され、1912年にペテルブルク初演が、1926年にはモスクワで第二班の初演が行われた。その他にも、 カンタータや革命を題材とするいくつかの合唱曲を創作した。ありがとうございます。